トーン秀樹です。うちにある様々な世界の民族楽器を片っ端からちょっとこうまた音を出して楽しんでみようかと思っています。実際僕はちゃんと弾けないんです。本当の調弦の仕方も知らないまま。だけどこういう楽器はこの現地で買ってきたりしているので、例えばこれはトルコのイスタンブールで買ったんだけれど、サーズという楽器です。で、この楽器屋さんでその音色を聞いたり、デモ演奏を聞いたりしていると、記憶がそのままあるので、こうやって、音を聞いてると、その旅をまた思い出すことができるという、とても僕にとっては、こう、アルバムを開いているような感じになるんです。せっかくなので、こういう楽器の紹介って僕は専門じゃないので、この楽器の音色ぐらい、を聞いていただこうかなと思っています。今回はこちら、サズというトルコの楽器です。トルコに限らず、中東の方ではよく見かける、よく歌の伴奏で、使われることが多いと思うんですけどね、そんな楽器です。ただ、この調弦も分かんないので、自分が、弾きやすい、イメージして、なんか即興しやすい調弦にしてあります。だから、こう、あくまでも民族的なものを紹介しようというんではなくて、この音そのものを僕の、感覚で弾いていくのを聞いてもらおうというぐらいです。サズでした。